して裏返して魔界のレモンソースになりますもんね。はい、どうもー、熊のお兄さんリュウジでーす。ということで魔界で今超大流行りのですね、メス豚のレモンステーキっていうのをですね、作っていきたいと思います。ストローが黒くなってんな。リュウジのバズレシピ。はい、それでは材料紹介いってみたいと思います。まずですね、こちらメス豚 150g ですね。で、こちらオス豚 150g で代用可能です。バターですね。魔界で取れるニンニクですね。半かけ分ですね。魔界の果物レモンです。魔界のマルエって買える酒とみりんと、醤油ですね。はい、魔界の調味料です。はい、味の素ですね。シュガーです。今日はですね、魔界の料理を紹介するんですけど、魔界の料理を作るのに一番必要なもの、それはですね、人間の生き血ですね。人間の生き血を私に注いで悪魔になってきます。乾杯。これがないとね、魔界のレシピは作れませんのでね。魔界系 YouTuber ですので、早速調理開始していきたいと思います。まずですね、こちらのオス豚ですね。あ、メス豚だった。こちらはですね、筋をこう切っていきます。これをやらないとメス豚がね、反り返ってしまいますので、まあ、これで下処理大丈夫ですね。あ、これを全部やっていきます。ということで、メス豚をいじめ抜いてください。こうやってね、傷口に塩を塗って炒めつけていきます。そして黒胡椒を振っていきます。そして全てひっくり返してですね、また塩と胡椒を振っていきます。そして味付けされたメス豚を、見ながらエツにしております。はい、それではですね、肉の下処理が終わりましたので、あ、肉って言っちゃった。メス豚の下処理が終わりましたので、これは横に置いておきます。魔界のレモンを切っていきます。で、これはね、輪切りにしていきます。8mm、うん、まあ、これぐらいの輪切りですね。はい、そうしましたら材料は、ね、全て下処理が終わりましたので、これからに参りたいと思います。新しいのを持ってきました。これが悪魔のたしなみです。人間のエキスを吸わないとね、魔界の調理はできませんのでね、ボルテージが上がってきました。メス豚をしていきたいと思います。魔界のマルエツに売ってるバター、ね、溶かしていきます。豪華と言っても中豪華でお願いします。人間の世界で中火っていうやつですね。お肉を焼いていきます。あ、メス豚です。メス豚を焼いていきます。そしてメス豚が焼けた肉の匂いがしてくるんだから、嗅ぎながら飲んでいきます。最高だぜ。そして裏返して、ここでですね、メス豚両面焼けましたので、皿に持っていきます。はい、残ったフライパンの油にレモンです。弱火ですね。醤油大さじ1、みりん大さじ1、酒が大さじ1、魔界の粉を3振り。魔界の粉は絶対入れてください。これを入れることによって禁断の旨味が手に入ります。砂糖が砂糖小さじ半分。はい、魔界のニンニクをこれから半辺。レモンもちょっと潰していくんですね。このレモンの果汁をソースに移していきます。ちょっと潰しながらやってください。そうすると非常に美味しい魔界のレモンソースになりますね。魔界のレモンソース、とっても香りがいいんです。これ、こちらの香りを書きながらエスにしてみます。めちゃめちゃやっぱりわかる。少し煮詰めます。この魔界のソースをこちらにですね、持っていきます。グルメシーに言ってます、はい、あー、いいですね、これね。魔界の声優に売ってるパセリですね。パラパラっとかければ
豚肉のレモンステーキの完成でございます。ということで、メス豚が仕上がりましたので味わっていきたいと思います。いただきます。箸でかぶりつきたいと思いますよ。かぶりつきます。マジうまい、マジでうまいですこれね。メス豚もね、さっと焼いてるのでやっぱりすごく柔らかいですね。レモンソースを作るときに醤油と酒とみりんっていう人間界のソースを使ったんですけども、レモンの酸味が加わることによってすごくさっぱりするんですね。ワインと合いますね。違う、人間の生き血と合いますね。うまい。これこの人間の生き血と合う、あれがねやっぱね悪魔的ですねこれね。魔界の味したくないですか皆さん。ぜひ皆さん、何笑ってんだよお前もバズレシピにしてやろうかということで、ぜひ人間界の皆様、ぜひ試してみてください。横が熱い熱がたまる、ここが熱い